神神ってなんだよさあノリノリでやっていきましょう。目の前、あ、まずい。うわ最悪、あ、やった、やばい、武器がない、武器ないやん。いやー、変なとこ来ちゃったよ。マジか。あったあったあった、なんかある。 SMC だ、もらうで。よし、戦闘民族開始。この辺いるぞ、待ち伏せしてる。なんやこいつ、あれどっか行った。いや、いる、絶対いる。なんやこれ、あ、あかん。なんやびっくりした、びっくりした、びっくりした。なんや、どうしたの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 。ギッタギタやない今。あっいやいや、ごめんなさい、まだ開いてた、やべ。イヤホンで聞いてる方、本当にすいません、反省してます、ごめんなさい。あと今日 iPhone X をね、まあ購入したわけなんだけど、待ち時間が1時間ぐらいあったんだよ。で、近くのマッサージ屋さん行ったんすよね、マッサージ。あ、やめとこ、この話すんの。うん。いや、やめとこ、この話すんの。ごめんなさいね。ちょっと興味持っちゃった方も、持っちゃった方もちょっと申し訳ない。ちょっと言えないわ。うん。いや、ちょっと言うか。マッサージ屋さん行ったんだけども、なんか自分のお母さんぐらいのおばさんが出てきたんすよ。僕、たまにマッサージ行くとなんか、全然痛くも痒くもない、なんか、ただなすってるだけの人がいるんですよ、たまにね。うん。それで、まあ今日はちょっとね、攻めてみようかなと思ってね。まあ、おばあさんだし。おばあさんだったから。もう何やねん、何やねん、どうしたん、どうしたん。もう何やねん。あかんあかんあかん。あかんあかんあかん。いや、あかんやん、こんなん。そう、マッサージ屋さん行って、おばさんだったから、ちょっと強めでね、ちょっと言い方もなんかちょっとかっこつけて、ちょっと強めでお願いします、みたいな。で、強めで、みたいな。言い方したんですよ。そしたら、そのおばさんね、もうすんごい痛いの。もうなんか肩甲骨の間とか自分の体重すべてね、もうこの片手、もう親指の先っちょ、もうケンシロウの指先のようにクサってきて、もうくっそ痛くて、あーもうこれもう無理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 と思ったんだけど、ちょっと痛いですとも言えずね、あーちょっと強めでとか言ってカッコつけた男なんで、言えずに40分間耐えるという。で、なんか、そんな強いおばさんなんだけど、なぜか知らないんだけど、お尻のマッサージするときだけ、ゆさゆさね、マッサージするの。大丈夫かこの話。大丈夫かこれ。生放送だぞ。これ。ダメだろこれ。いやいや、もう、忘れてみんな。ファンクラブでこの話したらもう爆笑だったんだけどね。ファンクラブはまあ、結構まあ、アダルトな感じで。うん。年齢層も20超えてる方がたくさんいる中言ったんで、まあ面白いと思うんですけど、まあね、ちょっと小学生とかいる中こういう話するとよろしくないんでね。知らないです、もうそんなの。そんな話。マッサージ行ってませんからね。はーい。なんやねん、お前。にゃもん。あ。今、親から連絡あって、犬が僕の財布をカミカミしてて、お札とレシート保険証カミカミ。ただよ、もうどうしてこうやって嫌なことが起きるの、こんなに。神々ってなんだよ。神々ってなんだよ。いや、今月のね、編集代ばっこり入ってんだけど、財布に。もう、マジでやばい。
やっぱ現金ダメだ、持ってると。いやマジで編集代ばっこり入ってんだよね。もうとんでもなく入ってんの、財布の中に。これまでかっていうぐらい入ってんだよお金。いやもうそれ神々された。神々ってなんだよ。実況やってる場合じゃない、銀行行かないと。神々しちゃったんで診察にしてください。神々って、神々って、はい、っていうことでね、もうトナイトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はーい、ということで、トメイトに降りてね、まあワンキルしたわけなんだけどね、ってことなんだけどね、ってことなんだけどね、ってことなんだよね、ってこと。いやー、ちょっとね、最近嫌なことがありましてですね、まあちょっと最近ですね、ちょっと犬に財布をかじられてですね、まあ約、編集代込み、生活費込み、20万ぐらいばっこり入ってたわけですよ。まあ、すべて噛み砕かれてお腹の中に入っちゃったってことで、まあ、銀行にも行けず、マイナス20万円失ったということでですね、まあ、今日買った生ハムはもう没収ということで、使用いたします。はい、すいません。もう、保険証も何もかもないということで、うん、もう知りません。あ、ラマちゃん、はい、じゃあいます。うん。ウェイ。愛犬に優しくさ、ボール3つと引っ張るやつ買ってあげたのに、こんなことされて。なんで死んでるんだよ周りのやつは。これだから、これだから、ふざけた犬だな、本当に。誰の犬だ、本当に。ほんと人の財布かかかみかみかみってなんだ。ほんと教えて、みんなねえ、財布をかみかみっていう言葉は何ですか。いやマジで何かみかみって知らないんだけど、そのワード。お腹の中に20万円入ってたらどうすんの、ほんとに全部。いや千円札にしてお願い、もうやだ。いやでも保険証まで行ってるんだよ。ねえ、保険証まで行くってことは、いや絶対やってんだろ、本当に。もう LINE してくるってことは相当やばかったんでしょう。なんだ神々って、本当にどれぐらいの。いや怖いな本当に。お前何してくれてんだお前。おーお前これやろ、お前意地悪なやつだお前。お前何してんだお前。赤何をしてんねや。はぁ、晒せ晒せ。おー悪質極まりないぞあいつの立ち回り、マジでひどいなあれ。本性出ちゃうよ。お願いだからビクトリーロイヤルさせて。いやー、うまいんだよなー、もうやめろ。ちょっと見てくるわ。
あー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 ひどいなこれ。ああお札はね生きてる。俺今日なんか買ったっけ。ねえなぜか2万円がないんだけどねえなぜか2万円ないんだけど。は？